お疲れ様です。億万長者合宿シリーズもね、なんか一時期の勢いをなくしたかなっていうところがありますけども、まあいろんなペースでやっていけんじゃないですか。直線でグーっていく時もあればね、こうカーブで減速する時もあれば、パーキングエリアにこう車を置いてね、ちょっとひととき着くところがあったりとか、まあ他の車に乗り換えてみたりとか、様々な景色が私たちは見れると思います。まあこの億万長者合宿シリーズもね、まあ本当になんかこう義務でも何でもなくって、で売り上げのためにやってるわけでもなくって、なんか言ってみれば私たちの日記、交換日記みたいなもんですね。うん、果てしなく続く交換日記、そのページ数は1万ページになろうというね。でイリュージョン3未だに売れてるということで、もう売れるでしょうねあれはね。うん、であれからまた私はパワーアップしてますからね。だからあの時に、私の速稼塾に参加してくださった方よりも今日参加してくださった方の方が得のような気がします。でも価格は変わってないっていうことなんですけども、うん、まあこれからね FX も私指導ができるようになったんで、いやネットワークビジネスも攻略しましたしね。うん、なんか麻雀店で自分のね苦手なことをずっとやってるよりも随分いいですね、デジタルコンテンツってのは。うん、変わり身がいくらでもできるんで。で YouTube を中心に活動していて、今年はね政治系チャンネルも順調で、この前6000人になって、あの視聴者さんがね、で再生数も数万回とか10万回超えるのもポチポチ作れるようになってきたんですよ。うん、なかなか、うん、だからサムネイルにも意味がついてきたなっていうところと、タイトルも、うん、やっぱりずっとね、ネットビジネスのことやってきて、同じパターンでタイトルも、うん、きちんと流動させることもできたと、誘導することが、他の人気チャンネルから誘導することもできるようになってきたなと。いやだからね、政治系チャンネルは特にやりやすいですね。で政治系チャンネルで気をつけないといけないのは、報酬が入りにくいんですよ。まあ、つまり似たような動画をあちこちに作られてるんで、だから私の場合は9割は私の喋りということでね、その辺ヘッジできてるかなってことでございます。今のところ順調ですね。こっちの政治系チャンネルは私がね自分自身に対してコンサルをしてるような感じでね、 YouTuber のコンサルをしてるような感じでやってるんですけども、すごい成果ですねこれね。だから YouTuber になりたい人はぜひね改めて速稼塾の方に来ていただければいいんではなかろうかと思います。また FX のことなんですけども、稼げてない人は FX は稼げないって言うんですよね。うん、だから FX で稼いでない人が FX は稼げるはずだっていうふうに考えるのはすごいセンスのいいことだなと思います。実際に自分が体験したこととか自分が利益を得たことに対して肯定するのは当たり前なんですけども、まあね、別の見方ができるっていうのはすごいですね。強い自己否定感で未来を切り開いていける人かなと思います。うん、まあまあ今日はこんなところに行きましょうか。うん、そうそう、家族という形にすれば、大和君もこの前4歳になりましてね、かなり、賑やかになってきました。まあ、私もねまだね大和君を手元に置かなければいろいろとやれないことが多いかなと思いますけども、多分4歳になってくるとね2人旅もできていくのかなっていうふうに感じてますね。だから今月16日大阪で小野田さんのセミナーがあるんですけども、そちらの方にはね大和くんと2人で行ってみようかなって、一泊ぐらいしてね、なんか新しい挑戦しようかなと思ってるところでございます。それではお疲れ様です。いってらっしゃい。